大谷翔平、8勝5敗、防御率 3.71、148奪三振、これ。大谷翔平、投手、防御率 3.71、8勝5敗、投球回 111.2、奪三振148、ウィップ 1.12。まあまあスタンダード、終わりやね。バウアーみたいな成績やな、防御率がね。今日だけで藤浪の4倍ホームラン打たれたってマジ？最近打たれすぎやん、WBC 疲れとかもあるんかな。防御率が高い。今日は味方に助けられたな。なんで爪治るまで登板回避せんのや。防御率3点台は死守しろ、4点台は二刀流を名乗れなくなるぞ。今日でサイヤング賞は鬼神号転倒やない？打者大谷は世界一の選手、投手大谷はそこそこの選手。爪と豆が全然治らんから投げさせすぎやろ。怖いのは爪かばって投げるせいで無意識に肘や他の箇所に負担かかって故障することや、大魔神も言うとったわ。爪がボロボロすぎる、ちゃんと直してほしい。Y の爪と交換してあげたい。大谷には防御率 2.5、15勝ぐらいしてほしい。藤、翔平、上、って待ってるで。ホームランを抑え取れば打点、打率、防御率なんてどうでもいいわ。